はい、では本日は、サヒザキの企画と、あとは、昨日緊急事態宣言また、3月7日まで延長されましたので、それの、対応と、あとは、YouTube に関する打ち合わせを、一件していきたいと思います。お疲れ様でございます。退社してですね、自宅に戻ってきまして、今、動画の編集をしております。会社だと結構ですね、打ち合わせがあったり、企画をしたり、いろんな人と話をしたりとか、結構バタバタしてることが多いので、動画編集は家とかの隙間時間でですね、ちょっと時間を見つけて、やっています。昨日ですね、緊急事態宣言が3月7日まで延長されるという発表がありまして、またツアーの方はですね、ちょっと中止ということで、非常に残念なんですけれども、今のうちにですね、先々のツアーの準備をしっかりとして、コロナが落ち着いた時に、皆様のお楽しみいただける準備をですね、今、この時間にちょっと、この期間にですね、できればいいのかなというふうに思っております。で、明日もですね、ちょっとまた、ミーティングがあったり、先々の準備をいろいろしたり、またバタバタしそうなので、今日ある程度のところで、動画編集を切り上げて寝ようかなと思っております。また明日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、おはようございます。これから、名古屋と関西の担当者の方と一緒に、ウェブで会議します。どう進めてください。すいません。先々の企画を中心に仕事をしました。で、今回の Vlog からですね、ちょっとこんな形で日々の仕事の様子にですね、密着してご覧いただいている皆様にですね、ちょっとお楽しみをいただければいいかなというふうに考えて、ちょっとやっていこうかなと思っております。これいろんな説明をさせていただいている動画もお送りしてるんですけれども、こういった形の動画も、Vlog ですね、増やしていって、お楽しみいただければいいかなというふうに思っております。また来週から頑張りたいと思います。今週もお疲れ様でした。また次回の Vlog もよろしくお願いします。